えー、なんで餃子店を手伝おうと思ったの素直にかっこいいと思ったけど。まあ、別にそんなに難易度高くないんですよね。あの、それなりに世の中に知名度が、まあ、すでに出ていて、で、じゃあ、そこの餃子店がオンラインで売るんだったら買うよって言ってる人も結構、まあ、あの、コメント読んでるといいので、で、その、じゃあ、オンラインのサイト作ったりとか、じゃあ、その、冷凍の設備作ったりとか、多少お金いるんですけど、まあ、クラウドファンディングでお金出すっていう人は多分集めれば、要はあの、 クラウドファンディングでお金を出してくれたら、最初の餃子のロット出します、みたいなので、一人五千円からです、みたいなの言えば結構売れると思うんですよね。で、別にあの、僕はお金取らなくてよくて、単にあの、そんなに失敗しないでうまくいけるプロジェクトが目の前にあって、で、困ってるっていうのであれば、じゃあクラウドファンディングやってお金集めて餃子を売って、で、餃子買って食べる人も、あ、美味しいじゃんって言って、みんな幸せになるじゃないですか。なので、それができない理由でなんかウェブサイトを作る人がいないとか、じゃあクラウドファンディングの、プロジェクトどう立っていいかわかんないとかであれば、別にあの、 なんかそんな、あの、こうやればいいだけですよとか、なんかあの、知り合いにちょっとサイト作ってあげてよって言って作ってもらうだけなんで。なので、なんかそんなに難易度高くないなぁと思ったからです。なんかその、知り合いの死んだ魚を見をした人がジャニーズに入りたいとかっていうのはよっぽど簡単だと思うので。えーと